はいみなさんこんにちはマイクです今日はですねあの新型プリウスの,あの試乗をですねあのさせていただきましたので、えー、インプレッションをですねあの少しあの動画にしましたのでご覧くださいえっ、ー、とですね今回試乗させていただいたモデルはですね S グレードの 2WD ツーリングセレクションというものを ですねそういうグレードなんですけど9インチの,あの純正のナビゲーションがあ,ありましたでちょうど仕事でですねあのちょっとあの来たところとですねあのついでにですねあのちょっと試乗させていただいたので、えっと、土地勘が全くないですけども、まあ、あのディーラーの方のですねあの な対応でですねあの試乗させていただけました、えー、まず最初に乗り込んで思ったのは日産リーフとかに比べて車高あの座席の車高が低いですねなのであのちょっとめり込むような感じで最初はそういう印象であの、まあ、座,座,座面が低い かななんて思いましたえっ、ー、と、ホンダ車のとかですねあのあの、乗り込んだ時きに、あの前があのふわっとこう広がるような感じで見えますけど、プリウスに関しましては、ダッシュボードが前面に押し出されて見えるような感じで、その向こう側に風景があると、まあ、そんなような感じで、ダッシュボードの存在感がですね、あのだいぶあの強い感じ、印象を受けました。 で非常にですね小さい文字で書かれたその表示された LED の,その,でですねあの結構あのコンパクトにまとまっているように見えてすべての機能をですねパッとこう走行中に見,見て判断できるっていうような単純な代物ではなくてあのかなりの情報量なのでこれひょっとしたらですねあのお年寄りの方あのパッとメーター見たりパッと。 あの思い出したようにシフトレバーを操作したりするとき、少し戸惑いますよねあの、まあそ、機能が多いは多いんですけども、それに越したことはないですけども、表示がですねあのだいぶ細かいものですから、それを注視,視していると、安全運転がねあの、ちょっと損なわれるというか、なんか、あの 高機能で高性能の車なんですけども、それがゆえにですねあのこんあの、高齢者の方とか、まあ、あのちょっと考え事してたりしてあの、頭が回ってない時点で,です、ね、そういう、あのこういうあのスイッチ操作をしようと思ったときに、ちょっと戸惑うっていうかあの、なんか慣れが必要なのかなっていうふうに思いました。はい なので、まあ5動作ではなくてごヒューマンエラーでこうスイッチを押し間違えたりアクセルブレーキとかとかを押し間違あの踏み間違えたりするのっていうのは何かありえるのかなっていう昔のの仙台とか先々代のプリウスに比べてもあのどんどん機能が増えてるもんですからそのあたりもちょっとあの どうななのかなっていう感じですね、えー、確かに高性能で高機能なものですからあの悪い車ではなくていい車だと思いますけどもあの高齢者の方とかがこうとっさの判断であのスイッチをですねその間違えずに操作できるかっていうとちょっと疑問が残るところもやっぱあります。はい それであとはですね、あの乗り込んだときに思ったんですけど車の剛性感が格段にああの上がってますねあの旧型の,あのプリウスに比べましてえこれはあの設計の段階から多分そういう合成感をあのあの出すような設計になっていると思いますのでなんか1ランク上、2ランク2ランク上の車に乗っているようなそんなあの気分になってですね もうこれ乗った瞬間ですね、ああ、いい車だなっていうようにあの皆さん思うのかなって気がします。えー、それは納得できます。はい、で40、えーっと、40、40、カタログでは43ですけど、40リッターぐらいガソリンが入るそうなので、まあ、リッターあたりの計算、まあ、平均的な計算でいくと20キロ前後らしいんですけども、頑張れば、 千キロ近く走るそうですなので、あの満タンで1000キロってことは、もう相当な実力だと思います。はい、で、そうですねあと乗り心地がですね、このツーリングセレクションっていうのは、17インチですか、あのちょっとあの太い、あれですよねあの、18インチでしたっけ。 分かりませんけど、あの結構、あの、えー、っと、太いタイヤなんですよね、それで、扁平率が45ということなので、あの相当ですね、もうあの、ゴツゴツくるかというと、そうでもなく、乗り心地はそんなに悪くないんですよね。 なので、このモデルでもいいんですけども、まあもっと乗り心地が良よく,よくするってことになりますと、このスーリングセレクションじゃない、と丸の方のセレクション、セレクションじゃなくて、セレクションがついてない方ですね。S とか A とか、A プレミアムとか、ちょっと A プレミムはちょっとわかりませんけども、あのスーリングセレクションじゃないタイプを選んでもらって、そうすると195のタイヤで、あの 普通にあの非常に安価にね変えるタイヤが,選、ま、が標準装備になってるということでしたのでランニングコストからすると、まあ、そのグレードをチョイスするのも1つの手でありますねそのサスペンションとかはそんなにかわあの変わることはないみたいなので走りに関してはそんなにあの優劣はないということで ありましたもうスピードに乗ってきますとね、でもあの排気量も相まって、ですねまああのいい加速を見せますね、えー、すごく低燃費で走ろうと思えば走れますし、スタンダードモードですかね、パワーモードにしてやると、すごく加速が出るような車になっているということで、いい車でした。 では今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよ,よろしければですね、チャンネル登録もの方もしていただければと思います。あのいろんな情報を発信していくチャンネルを目指していますので、あの皆さん今後ともよろしくお願いいたします。じゃあ失礼いたします。どうもありがとうございました。マイクでした。